ローテッドバイプライムフレーズチーム分けトラスタイエーイ。今回はあのバンクラブ感謝デーをあのオンラインで開催するということで、あの皆さんに事前に集まっていただいたんですけれども、今回はあのそのバンクラブ感謝デーであのチーム対抗で対決をしてもらおうと思っております。そのため、そのチーム分けを今回、集まっていただいたお三方にドラフト会議で決めていただこうと思います。で、あの今回ドラフト会議ということなので、あの皆さんにはあの今お手元にあるフリップにあのどんどんですね、あの1位指名、2位指名という順番であの自分のチームに入れたい選手、普段あのやっている仲間をあのぜひともあの選んでいただいて、あのたくさん種目があると思うので、この選手ここで活躍してくれるんじゃないかなとか。そうです、それ考えなくちゃいけないんだもんね。そうです、それが難しいよな。どこ適材適所を考えつつ、まあ、バランスを自分のチームを見定めながら、ぜひとも選んでほしいなと思います。で、今回ドラフト会議ですので、この3人の、指名をあの順にしてもらって、もし被った場合はあの抽選で決めたいと思いますので、そこら辺も、どこと競合するかなというところも考えながら決めていただければと思います。トップチームの選手のみですので、選手、スタッフは、除いて、もちろん、キーパー2人取り、3人取りっていうのも、そうね、それね、あるね、作戦ね。可能ですので、作戦を考えながら、書いていただければと思います。はい。はい。ルールで質問がある方いらっしゃいますか？ちなみに、どんな競技があるんですか？ですね、まずは、ドリブルスピード対決。はいはい。ドリブルね。ドリブルで。ああ対決をしてる感じか。そして、イラスト伝言ゲーム。イラスト伝言ゲーム。イラストで伝言ですね。伝言をしてもらう。絵を描く人ってことね。絵を描くのが上手な人。絵上手い人とか分かんなくないですか。なんか描けそうじゃん。で、最後に、PK 対決。実際に、スタジアムで PK、ガチンコの勝負をしてもらおうと思いますので、そこのバランスを考えながら、決めていただければと思いますが、じゃあ早速1巡目書いていきましょうか。しますか。じゃあ皆様ご記入お願いします。これ勝ったよ。もう1巡目はもう絶対欲しい選手、これもう欲しい、絶対欲しい、勝った欲しいね、これは欲しいやつ。これみんな被るんじゃん。多分被っちゃうね。いや被りますよ。最初被るとか。最初は絶対被る。おい、だって一人しかいないでしょ。そのフィナンスか。荒木選手から順番に。やだなぁ、あぶりたくねぇ。はい、フリップを出していただければと思います。荒木選手、1位指名は、1位指名はこの人です。積み飯。あ、違います。11番小泉優斗選手。小泉選手、じゃあまずはあの順番にあの開いていきましょうか。じゃあ次、はい、三瓶さんお願いします。川田選手。じゃあ最後、荒井選手お願いします。これ取ったら勝てる。メンです。そうきたか。最初からメンですね。かぶりませんでしたね。メンですか。かぶんないか。かぶんなかったです。メンですか。強いな。じゃあ無事皆さん、あの1位が取れたということですけど。よっしゃ、川田取れた。メンです。早くないですか。メンですは早いわ。そのキーパーで使おうとしてるやん。今のキーパーで来てる。キーパーで使おうとしてるやん。キーパー、キーパー取んなかった。あの小泉選手、それまずあの PK 対決があるということで、まあ、小泉選手の PK 得意っていうのもあって、あとはイラスト伝言ゲーム、はい、まあ、料理得意な彼としては器用でそういうとこもできるのかなっていう期待と、絵も上手なんじゃないか、はい、あとエンターテイナーなんで、まあ、チームを盛り上げてくれるかなっていう意味も込めて取りました。はい、はい、小泉選手に1位の期待をしているということですね、はい。あれ、三平選手、はい、まあそうですね、まずドリブル対決のところでスピードを見せてほしいなっていうところが一番。肩選手に、はい、であと絵も上手いんで、はい、そうだね、ここの絵の才能は発揮してほしいなとも思いますし、はい、まあ、この最初の2つ頑張ってくれれば、まあ、最後の PK のところは、まあ、正直キーパーとしてはそんなに期待はしていないけど、まあ、うん、圧力みたいな
ところで頑張ってもらえれば。本職な？本職。本職でぜひ。最初の2つ、最後の取り手として。絵のとこ頑張って。違うのよ、期待するところ。そこに期待してます。全部の競技で。違う違う。そう。川田選手、うん。で、やっぱエンターテイナーだし。エンターテイナー。一番このチームで。エンターテイナーだからね。最後、良平さん、メンデス選手。あとも説明の必要がない。必要がない。早い。絵もうまい。絵もうまい。多分。じゃあ、次は、良平さんからめくっていきましょうか。2巡目？こっちから行く？ 2 巡目。じゃあ。ハーフ人型でしようとしてた。身体能力持ってきたなはい、ありがとうございます。じゃあ、三平選手、お願いします。もう完全にこいつ。シャープの意味シャープの意味ハッシュタグになってるよ、ハッシュタグ来てたのに。あれ、腹筋めっちゃ痛い。ちょっと、なんか面白すぎて腕つりそうなんだけど、なんだろう。めっちゃ腹筋。北谷くんで、海くんで。はい、じゃあ、アルヒくん、お願いします。2巡目、S だったら小柳。S だったら小柳。強い。確かに。2巡目も、かぶらず。まあ、3巡目はかぶるわ。はい、ね、これは。ちなみに、もろ。はい。つけながらでいいんですけど。洋平さん。強いな、ブラジル人。ウィリアン・リラー、選出理由は？リラ？はい。ほぼ説明必要ない。なんかさっきも聞いたことが。もうパワー。パワー。圧倒的なパワー。違うの。違うね。あとあの陽気さ。陽気さ。パワーを使うとこないの。いや、パワー。パワーそうか。違う違う。伝言ゲームとかあるじゃん、イラストの。そう。伝える熱意、パワー。違う違う。そっちの方はね。そっちなんだ。全部全部。パワー。物理的なやつじゃなくてね。物理じゃない。熱意。熱意が。熱量を期待してる。あの陽気さ陽気さ。そこはもう。期待してる。出してほしいです。あと PK は普通にうまい。あ。じゃあぜひ、PK、PK 対決。はい。じゃあ、三平さん。はい。そうですね。よくね、まあ、クラブハウスとかでも俺の話をよく聞いてくれるんですよ。メンタルケアのところ。チーム内の調和というか。メンタルケア。だからみんなのメンタルケア。種目は出ない。出ない出さない。トレーナーみたいな。そう、出さない、うん。種目は出さないけど、なんか面白いことやろうとして滑っちゃったやつとかのメンタルケア。メンタルケア。大事なのでもな。チームのバランス。これからめくってきます。順番にめくってきますか。はい。3位指名、お願いします。金井さん。金井高橋選手で。いや、出すね。金井さんで。金井ね。はい。じゃあ次、三平選手お願いします。金井さん。あーあーかぶったかぶったちょっとガチで取りに行っちゃった。ガチやこれガチで取りに行っちゃった。じゃあ最後、金井さん、お願いします。これ全員、高橋くんって顔されな。あるな。バイヤ。でしょうね。でしょうね。でしょうね。バイヤ選手。バイヤで。俺も。まあ来るかなという。ここで被らせればよかったか、3人で。バイヤの方で。いやいやいや、どうぞどうぞ。本当か。先輩。じゃあ先に。まだ開けないで。こういうのあるんだよね。後で引くとかさ、先引くとかさ。まだ開けないで。はい。ああドキドキそれ、あれこれはい、じゃあこれ何があったらいいんですか。交渉権獲得という文字があります。では、オープン。オープン。よっしゃーしゃー違うのよ。違うのよ。エンブレムのみのこれなのよ。これなんです。おーすごい。荒木選手がこれなんです。交渉権獲得です。やった。まだ交渉だからね。断られるかもしれないからね。断ることないかもしれない。そうなんだね。まあそうです。全部もしかしたら当日のどうしよう。ふみに断られたら。違う。そこはもう取れてる。あ、取れてる。あ、そう。そこはうまくまとめるのが僕の仕事なんで、はい、この後も指名でまたバランスを取れるんじゃないかな。はい、暑いからスタミナあるやつ結構有利かなと思って。そうですね、7月そうだから全部の種目に出てもらう予定でいるんで。すっ
そう、うちのだって種目出ない人とかいるから、あの海とか出ない人いるからそう、ガンさんもね、そう、ガンさんも出ないから限られちゃう、ガンさんと海出ないからその分また流行ってもらおうかなと思って皆さんに活躍のものを、ね、はい、はい、そう、あと今日とかマサ真っ黄色のズボン履いてたんですよ。あいつはやるなと思って。バス黄色いバスタル絡まれましたもんね。そう、真っ黄色のハーフパンツに真っ黄色のバスタル。それはもうもうフェス行くんじゃねえかっていう感じのね。これかぶるな、これかぶる。最後はてか、ここまでキーパーが残るってどういうことだ。いやー、これはブラジルにしたの。ブラジルあのシーン、ブラジルってもうちょっとコアなとこ、こう、やばい。ブラジルチームが決まったということで、ファンクラブ感謝デー、7月18日の日曜日14時20分から配信開始となります。最後サポーターの皆様に一言ずつお願いいたします。荒木選手、はい、まあ個性派揃いのチームになりました。多いです、楽しみたいと思います。またサポーターの皆さん期待しています。はい、ありがとうございます。安倍選手、お願いします。13代目は皆様のために一生懸命頑張ります。特にセンターのガンさん、キワナ、頑張ります。後の選手はそんなに期待しないでください。一生懸命頑張るんで見てください。僕らチームブラジルの応援の方よろしくお願いします。皆さんお楽しみに。絶対勝ちます。ヴァンフォーレ甲府の三平和志です。ヴァンフォーレ甲府公式 YouTube チャンネル登録よろしくお願いします。選手のオフだったりそういうとこも載せていきたいと思うのでよろしくお願いします。